puts it from the taro down like that. Kawasaki's showboating in the center of the ring. はい、こんにちは。今回は無敗のまま引退したボクサーたちを紹介いたします。無敗のまま引退したボクサーではロッキー・マルシアノとフロイド・メイウェザー・ジュニアが有名ですね。彼ら以外にも無敗でとても強かったボクサーはいたのです。最初に紹介いたしますのは2階級にわたって絶対王者だったリカルド・ロペスです。最初に王者になった時は大橋選手を5ラウンドで KO した時で24歳でした。その後21回にわたってタイトルを防衛しライトフライ級に上がり、そこでも無敵を誇ったのです。ロペスの特徴はとにかく防御が上手で、距離感もよく相手に打たせずに自分だけが打つボクシングです。ロペスはカウンターもうまく、パンチも強く、攻撃の幅も広く、右ストレートのほか左フックと左アッパーも強烈で、さまざまなパンチで KO できるのです。連打は的確で強烈で、連打を打っている時も相手の攻撃をもらわずに仕留めるのです。左をダブルトリプルで上下に打つコンビネーションを多用します。ロペスは体は華奢なのですが、体のしなりを使ったフォームから強烈なパンチを打ち込み、 KO 勝ちも多かったのです。ロペスが打たれるシーンはほとんどなく、ほとんどの試合が一方的だったので、多くの人はロペスのボクシングは完璧で理想のボクシングスタイルだというのです。次に紹介いたしますのはスーパーミドル級統一王者のジョー・カルザゲです。カルザゲの武器はサウスポースタイルからの速射砲のスピードのある連打です。特に左拳を負傷してからはパワーには欠けますが、驚異的な手数で対戦相手を圧倒するスタイルになりました。防御面もアマチュアで120戦経験していたので、ガードと距離感がよく、相手の攻撃をうまくさばいていたのです。カルザゲはクリス・ユーバンク、ミッケル・キスラー、バーナード・ホプキンス、そしてロイ・ジョーンズ・ジュニアなど多くの強豪ボクサーに勝利しているのです。天才ボクサーのロイ・ジョーンズ・ジュニアでさえカルザゲの手数に圧倒され、たびたびコーナーに詰められたのです。カルザゲは連打の最中でも常に余裕があり、相手の反撃を食わないように注意を払います。連打の後にサイドステップしたり、上体の動きで相手の攻撃をかわしたりし、防御面でもハイレベルのボクシングを披露したのです。カルザゲのもう一つの武器は驚異的なスタミナです。連打は12ラウンドになっても止まらないのです。次に紹介いたしますのは元 IBF 世界フライ級王者のピチット・シフパン・プラチャンです。ピチット・シフパン・プラチャンはロドルフォ・ブランコを破って IBF 世界フライ級王者になりました。王座を防衛している最中、脳にダメージを負い引退するのですが、13年間のプロキャリアでダウンと敗戦を経験しなかったのでした。ピチットは背は低いのですが、がっちりした体格の筋肉質でパンチ力とパワーがあります。左フックと上下に打ち分ける右が強烈で、
連打のパンチも非常に強く、思いっきりパンチを振り抜くのです。เล่นกาดแน่นครับคงจะรู้กิติศัพท์หมัดของพิชิตพิชิตนั้นได้ชื่อพิชิตは常に自分より背の高いボクサーと戦っていたので、上体を振って相手のパンチを避けて懐に入るのですが、パンチを外す技術も高かったのです。เต้นดูตลอดเวลาเต้นและต่อยไปด้วยพิชิตต่อยลำตัวต่อยขวาลำตัวอีก相手のパンチを避けた後、体操のように左フックを叩きつけることも多かったです。防衛戦では井岡弘樹選手と死闘を演じたイ・キョンヨンとも戦います。パンチ力は全然違い、簡単に倒してしまうのです。弟のピチッとチョウシリワットもライトフライ級で世界王者になっております。次に紹介いたしますのは、元 WBO 世界ミドル級王者のディミトリー・ピログです。ディミトリー・ピログはアマチュアで230戦戦い、プロデビューいたしました。 WBO 世界ミドル級王座決定戦でダニエル・ジェイコブスと対戦し、世界のベルトに戴冠したのです。ピログの特徴は距離感がいいこと、攻撃と防御が一体となっていること、相手の攻撃に自然にカウンターを放つことです。攻撃面では思い切り打つのではなく、ガードの隙間を狙ってあらゆる角度からパンチを打ち、相手を崩していきます。ちなみにピログはボクシングを振る前はチェスのプレイヤーだったのです。相手が反撃するとすかさず右クロスを放ちます。強敵のジェイコブスを難なく追い込んでチェスのように詰めてしまったのです。ピログは石田選手とも戦いますが、その試合でも見事な防御テクニックを披露いたします。しかしこの日のピログは石田選手の猛攻に苦しんだ場面もありました。ピログが苦しんだシーンはとても珍しいのです。石田選手の猛攻も及ばず、ピログがうまくさばいて判定をものにしました。その後ピログはゴロフキンと対戦予定だったのですが、トレーニング中の負傷により対戦はなくなり引退したのです。最後に紹介いたしますのは、ローマオリンピックの銅メダリスト、田辺清さんです。田辺選手はアマチュアで115勝5敗、しかも金メダリストの桜井選手をも下していました。プロデビュー後21勝1分けと無敗のまま引退したのです。その田辺選手の最後の試合は当時の世界王者オラシオ・アカバレオとの一戦でした。この試合の前にエディ・タウンゼントがトレーナーとして田辺陣営につき、それまでの防御型のスタイルから攻撃型のスタイルへと変貌を遂げたのです。スピードに勝る田辺選手は3ラウンドに早くも王者からダウンを奪います。続く第4ラウンドにも連打からの右フックで王者をダウンします。そして第6ラウンドにレフリーが王者の出血を見て試合をストップするのです。ノンタイトル戦で世界王者を破った田辺選手、5ヶ月後に赤バリオとの世界タイトルマッチが決まったのでした。しかし世界戦に向けてトレーニングをしていた田辺選手に悲劇が起きたのです。
右目の視界が遮断されて、田辺選手の景色は灰色の世界に。そして病院で手術を受け、網膜剥離と診断されたのでした。